こんにちは、牧野です。本日は患者様からいただいた質問についてお答えしていきたいと思います。今回は眼瞼下垂症手術についてお話しします。眼瞼下垂症手術は通常はですね、まぶたを切ってまぶたの筋を引き締めるというのが眼瞼下垂症手術なんですけども、眼瞼下垂症手術と尾毛下切開、上眼瞼リフトとも言いますけども、これらの違いがよく分かってないという方が多くいるようにお見受けしますので、今回はこれについて解説していきたいと思います。眉下切開は眼瞼下垂症手術じゃないのかというふうな誤解をされている方、そもそも眼瞼下垂症手術というのはどういったものなのかについてよく分かってない方、眼瞼下垂症手術を検討されている方はぜひ最後までご覧になってください。それでは説明していきたいと思います。今回は、眼瞼下垂症手術っていうのがあって、眉毛下ですね、尾毛下切開、上眼瞼リフトとも言われてますけども、これを眼瞼下垂症手術と思っている方がいらっしゃいます。厳密には尾毛下切開は眼瞼下垂症手術ではありません。今日はそのことについて説明していきたいと思います。よく皆さんがまぶたの開きですね、狭くなってくると眼瞼下垂というふうに認識していると。これは広い意味での眼瞼下垂症手術なんですけども、これを起こす原因としては大きく分けて2つあります。1つ目は、本来の眼瞼下垂っていうのはまぶたの筋の問題なんですね。筋が伸びるとかですね、この筋自体が弱くなるというのが原因でまぶたが下がるパターンですね。どこが原因かというと、まぶたの断面図を描くと、まつげがあって眉毛があって皮膚があって、まぶたの持ち上げですね、軟骨みたいな組織のまぶたの板と書いて腱板というのがあって、それを後ろに引っ張っている筋肉があります。まぶたを持ち上げている眼瞼挙筋と言います。本来の眼瞼下垂というのはここの部分ですね、ここが悪いと眼瞼下垂と言います。どういった見え方をするかというと、目があってまぶたがこう下がってくるんですけども、下がってくるのがまつげが生えているこの縁ですね、まぶたの血と書いて腱炎と言います。腱炎が下がってくるのが眼瞼下垂になります。本来の眼瞼下垂ですね。でこれはまぶたの筋の問題なので、ここが悪いと言われているここの部分を改善させてあげないといけないんですね。これは眼瞼挙筋を短縮とかですね、前転とかっていう言い方をするんですけども、こういった方法で治療します。なので、皮膚を切って裏側の結膜側からいきますけども、ここからここの部分を触るということですね。これが本来の眼瞼下垂の手術になります。で、広い意味での眼瞼下垂を起こすもう一つの原因としては何があるかというと、皮膚弛緩症ですね。皮膚が緩む症状ですね。これは同じようにこういうふうにかぶさってくるんですけども、これが上まぶたの皮膚なんですね。皮膚がかぶさってこうかぶってくる。横から見ると、言うなればここの分にこう皮膚がこうかぶさってくるんですね。皮膚がこういうふうにかぶさってくることによって、視野が狭くなるというのが皮膚弛緩症になります。で、この皮膚弛緩症を治療する方法としては、たるみ取りの手術になります。たるみ取りの手術は、目をつぶってやる方法としてはですね、通常は二重のラインで皮膚を切って、この皮膚のたるみを取ってやる方法と、眉下切開をする方法とか、あとは以前も説明しましたけども、全額リフトとかですね、いろいろありますけど、通常はたるみを取る治療というのは、その二重のところで切るか、眉下切開でするかですね、1番と2番っていうのがメインになってきます。で、この2番が尾毛下切開になるんですけども、これなぜ眼瞼下垂症の手術だと認知されるようになったかというと、実はですね、これは保険の問題なんですね。眼瞼下垂の手術の中に、筋を触るものと、もう一つちょっとマニアックなんですけども、筋膜の吊り上げですね。で、3番目にその他というのがあるんですね。挙筋というのが通常の本来の眼瞼下垂ですね。眼瞼下垂症手術、挙筋を触るものになります。その他の中に尾毛下切開というのが入っていて、これを多くの形成外科とか眼科の先生がやっています。なので、尾毛下切開というのは眼瞼下垂症手術の中に入っているので、眼瞼下垂症手術というふうに認知されているんですけども、これは厳密にはですね、皮膚弛緩症の手術になります。眼瞼下垂症手術の狭い
競技と講義というのがありますけども、狭い意味での眼瞼下垂というのは、こちらなんですけども、広くですね、眼瞼下垂というのは、上まぶたが原因で視野が狭くなるという講義の眼瞼下垂でいうと、一応入るのは入るんですけども、原因が違いますよと、皮膚弛緩症の治療ですよということですね。眼瞼下垂症手術としては、圧倒的にこの眉下切開の方が簡単なんです。簡単なので、横島な考えなんですけども、形成外科医とか美容外科医の中でも眼瞼下垂の虚筋を触る手術というのはちょっと結構大変なんですね。難易度が高いというので、この簡単な方をやって眼瞼下垂症手術ですよというふうな形で話をしている人も多いような気がします。SNS とかでももしかしたらそういうふうに広まっているのかもしれませんけども、これは皮膚のたるみは取れるんですけども、まぶたの筋が引き上がるわけではないので、たるみは取ったけど、眉下切開をしたんだけども、たるみは取れても、まぶたの筋が上がってなければ、結局目は開いてないんですね。どういうことかというと、例えばですね、こういうふうに目が本来だと、すごく眉毛があって、本来これだけ目が開いてないと。で、これで、皮膚がかぶさってますよね、ということで、眉下切開をしましたと。そうすると、皮膚切除をして、ここに縫ってですね、こう、まぶたが、上まぶたの皮膚のかぶせりが取れたんですけども、例えばこのまつげの付け根の位置自体がやっぱり下がっていて、まぶたの筋の方も緩んでたんだね、ということが、後でわかる方がいらっしゃいます。で、本人としては、眼瞼下垂の手術をしたのに、なんで目が開いてないんだ、というふうに誤解してるんですね。で、僕は言わせると、眼瞼下垂、まぶたの筋が、緩んでたのにもかかわらず、皮膚のたるみだけ取っても、改善しないっていうのは、普通の形成外科医だったらわかるんですけども、眉下切開が眼瞼下垂症手術だと思っている患者様は、眉下切開で改善しないことが不思議に感じているし、眼瞼下垂症手術で良くなると信じてたわけですよね。だけど実際はこれは皮膚弛緩症の手術だから、まぶたの開きは、筋が悪い原因の場合は上がりませんよと。僕から言わせると眼瞼下垂症手術の手術を受けてないですよって言いたいんですね。それは皮膚弛緩症の手術を受けたのであって、本来の眼瞼下垂症手術を受けたわけではないということを説明しています。ただ、これ結構誤解されている方が非常に多いので、ちょっと僕は今このことについて毎回違いますよっていうような説明をしているんですけども、せっかくの機会ですから、こういった動画で説明させていただきました。眼瞼下垂症の疑いがある方は、まず、まぶたの筋が原因であるんだったら、その筋を必ず治さないといけません。で、その後に、皮膚がたるんでるということであれば、同時に皮膚を取ることも当然できますし、術後に皮膚のたるみをまた追加で取ってもいいんですけども、ちゃんとこのことが分かってないと、眼瞼下垂症手術を受けたのに、結果に満足しないということになってしまいますので、ちゃんとした形成外科専門医だったり、JSAPSの美容外科専門医の受診されていただいて、診断を受けることをお勧めします。眼瞼下垂症手術をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。